大分市の中島球場コーヒー。自家焙煎のコーヒーの他にも季節の果物を使用したスイーツを提供しています。かぼちゃを使った、タルトでしたり、まあ、あの栗を使ったケーキ、シャインマスカットを大変人気なんです。メニューの中でも大人気なのがこちらのケーキです。国東直送の大粒なシャインマスカットが堪能できます。また新メニューは秋の味覚かぼちゃをふんだんに使ったチーズケーキとタルト、何層にも重ねた濃厚なクリームが特徴です。クリームがふんわり滑らかでとっても濃厚です。かぼちゃの優しい甘さ、そして香りも良くて一口で秋を感じられます。このほか栗をふんだんに使ったドリンクやかぼすの果汁をかけて味わうチョコレートケーキなど、この時期ならではのメニューが並びます。季節のものを使ったケーキなど、まあ、どんどん順次こう展開していきたいなとは思っております。秋を感じてほしいですね。そして大分市府内町にあるラクーアンクロシェ、パティシエの経験を持つオーナー立川さんのこだわりのスイーツが提供されています。やっぱ出来たてでその場でお召し上がりいただくので、ケーキ屋さんでは食べれないような、うちでしかできないようなデザートを作りたいと思っているので。写真映えすると人気なのが和栗のパフェ。濃厚な栗のペーストやクリームを重ねた、まさに栗尽くしのスイーツです。そして秋の王道スイーツといえばモンブラン。見た目にも華やかで、一口食べれば上品な味わいが広がります。旬なものなので、この時期ならではのものを楽しんでいただけたらと思います。やっぱ栗好きの方にはもちろんなんですけれども、スイーツ好きの方にも召し上がりいただけたらと思います。秋の味覚を詰め込んだ、見て楽しい、食べて美味しい、この時期ならではの特別なスイーツ。食欲の秋、お腹も心も満たしてくれそうです。